今日は1点差セーブシチュエーションでの登板です。3年目ですが西垣まだセーブがないというところでかなり松山さん緊張感のある場面任せましたね、はい、そうですね。今シーズンです。3-1外れて先頭バッターフォアボールです。何といっても打席は4番です。ランナーここでスタート来た。セカンド送球ヘッドスライディング判定はセーフ。ただイーグルサイドすぐ出ましたね。今井監督です。先の方ではなくて二の腕の方になったんですよね。はい、だからもう少したら指が入ってるかもわかんないですけど、ここではまだタッチできてなくてタッチがどこかということですか。そうですね、最初の指のタイミングでしたらねアウトのタイミングなんですが、はい、ここではできてないんですよね。ここでまだタッチしてないかどうかですよね。明確なタッグはおそらくこの付近ですよね。ただここブラインドですね。結果はどっちだ。セーフ。判定そのままレフトスタンドから大歓声。ただかなり感覚は上がったセンター方向の当たりは辰巳が回り込んでライトの小郷に任せます。タッチアップからセカンドランナー三塁に進塁です。まずはそのままどうやら行きそうですね。これバッテリーからすると松永さん、はい、カウントによっては初球これも高め。打ち上げましたがサード落ちてきました。西垣もこれで2アウトまで来たタイミングでイギリスサイド間を開けに来ます。ここに立って苦しくなっていくパターンですね。ここはストライク引っ張ってどうだどうだレフト線ファールです。叩きつけるバッティングはサードゴロ。浅村がさばいて3アウトです。最後